うメめまたはキ、ヒズメメ、キヒズメ類は、哺乳酵の一目。牛シメとともに、獅子の先端にヒズメを持つことが特徴で、他のゾウメなどと合わせてありヒズメ類と称することもある。従来の説においては、ウマメと牛メは、約6000万年前に、カフシメを外して、分岐、進化したとされてきた。しかし2006年、分子生物学の見地から異なる見解が提示された。 デトロトランスポゾンの挿入位置の解析の結果、ウマメは、食肉目、コウモリ目などと近縁であることが判明し、ペガサスや獣類ペガソフェリーというクレードにまとめられると発表された。牛目と、ウマメは、同じローラシや獣ウまメに属すものの系統的には、やや離れており、両者のひめは、それぞれ独自に進化したある種の修練進化である。ただし、 牛目が旨まののか、コウモリ目やネコ目も含むクレードに属し、中でもコウモリ目やネコ目よりも旨まに一番近いとする研究結果もある。う目は死神魚から全神魚にかけて繁栄し、特に全神魚には、催類から陸上哺乳類史上最大級の種が現れるなど、その繁栄の絶頂にあったが、中神魚以降は地球の寒冷化による環境の変化によって、 多くの種が絶滅し、さらに牛アモクなどの半数類の進化に押されて、衰退を始める。地質時代には240属と多様性を誇った、このグループも現在はわずかに3か6属20種しか生き残っていない。足指の先端は、ひずめで覆われており、指先のみを地面につけ、人間などのかかとに相当する部分は地面につけない。ひずめ行政の歩行をする。 各足の指の数は、馬では1本、犀では3本、馬区では、前足が4本、後ろ足が3本となっている。これらの指のうち、中指を、チタンの中心線が通っていることがこのグループを定義づける特徴である。かつて、馬目の祖先は5本の指を持っていたが、草原を走るため体重を支える第三子が発達し、他の指は退化している。 それ以外の獅子の特徴としては、大腿骨の外側に、第三小天子と呼ばれる筋肉の付着点となる突起を持ち、また虚骨上端が滑車型、下端が平面、またはくぼみ型となっている点である。この虚骨は、クジラ玉ひずめ類では上下端とも滑車状になっている。いずれも装飾性で、摂氏と薄刃がよく発達しており、食べ物を噛み切り、すりつぶすのに適している。 摂氏は大半のものが上下三体とも揃っており、効率よく植物を裁断する。この摂氏と薄バの間には大きな感激があり、剣士を持つものはこの部分に孤立した形で生えていることが多い。旧氏の内容薄バは、祖先的なグループでは、球場場であるが、より進化したグループでは、正場場となっている。また、進化したグループでは、最前列を除く。 小球子が大球子とほぼ同じ形となっている。また進化につれ、高波間化が著しい。胃は単出であるが、犬や猫、人など装飾への特殊化をしていない単純な形態のものとは異なり、食道へとつながる入り口付近に形質を備え、発酵室の機能を備えつつある傾向を持つ。下部消化管に関しては、結腸が発達し、食物を発酵。 分解するためのタンクとしての役割を果たしている。また、結腸ほどではないが盲腸が長く発達している。胆のがないことも装飾に適している。しかしながら、大腸を発酵タンクとする方法は、半数が行えない、肛門に近いため面積の確保が難しいなどのデメリットが挙げられる。また単位であるための容量不足ゆえに再食を頻繁にしなければならず。 半数中に比して捕食されるリスクが大きいとの指摘もある。旨まめの原生群は、馬か、最下そして馬区の参加からなる。は、絶滅群。ありがとうございます。